ここからは皆様と共に未来に向かって進んでまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。まずは阿呆を立ち上げて、そこに藤を生け、水引きをつけたしだれの柳を生け、そしてアセビを生けてまいりました。ですが、まだこれで完成ではございません。これからは最先端のテクノロジーを使って皆様をさらなる未来への旅へとお連れいたします。よろしくお願いいたします。
実際に池田作品にミックスドリアリティ、複合現実という現実の世界とはまたもう一つの世界を使って、ルピナスとアジサイと美男カズラを受けました。最後の花材は今日のために駆けつけたスペシャルゲストにもって登場していただきたいと思います。失礼します。